皆さん、こんにちは。好きな戦いは包囲戦。ゆっくり霊夢です。こんにちはだぜ。好きな戦いは機動戦。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今回は何を紹介してくれるのかしら？今回は戦士考察シリーズ編成編の続きを考察していくぜ。そういえば前回は最後に戦闘ドクトリンの話をしてたわね。ドクトリンな。まだ戦闘ドクトリンの話には早いと思うんだけど、名前だけ出されてても気になるだろうから、ちょっとだけ考察してみようか。そうね。気になるから教えてほしいわ。じゃあ、今回は余談として戦闘ドクトリンについて考察するぜ。オッケー。いつも通り始めてちょうだいな。おう、任せとけだぜ。ここからは戦闘ドクトリンについて少しだけ考察していきます。紹介ではなく考察なのは、あくまで諸書の資料を参照してベースとしつつ、想像を加えて独自に解釈したものなので、その点は留意してくれよな。ということで、早速だけどドクトリンって何？ドクトリンという言葉の意味合いは広く、宗教における真理とされる教えや、ある事物に対する原理、原則などを指し、転じて政治的、軍事的な指針を指す用語としても使われているぜ。日本語訳としては、教義、とされることが多くて、先の戦闘ドクトリンは、戦闘教義、とも言われるんだ。他には、軍事理論、とも呼ばれることもあるようだな。これらが意味するものは、国家における軍編成や連兵の原理、原則であったり、実際に運用する際の戦術思想みたいなものになるぜ。ふむふむ。現代で有名なのはアメリカ軍のエアランドバトル、空陸統合戦、や、マニューバーオーフェア、機動戦、過去にはソ連のディープバトル、中心戦術理論、や、ドイツのブリッツクリーク、電撃戦、イスラエルのオールタンク、純粋戦車理論、なんかがあるな。ちなみに日本の自衛隊は米軍の戦闘ドクトリンを参考にしているようだぜ。電撃戦は私でも聞いたことあるくらい有名ね。この辺は私もそれほど詳しいわけじゃないから、詳細は各自で調べてほしいぜ。あら、考察するのにそんなんでよいの？先に断っておくけど、私が知ってるのは一般教養レベルのことで、ミリタリーに精通した人なんかには、細かいところで気になる点もあるかもしれないけど、私はあくまで歴史上の戦い、つまり戦史に興味があるのであって、現代の戦争に詳しいわけじゃないんだぜ。この戦闘ドクトリンという考え方も近代以降に発達したもので、研究と実証を相互に繰り返して、時代とともに変遷しているものなので、とてもじゃないけど私レベルで話ができるものじゃないんだ。なかなかに難しいのね。だからここではこの戦闘ドクトリンという考え方を訴求して、三国志の時代に当てはめた考察をしてみようと思うぜ。戦術のように戦闘ドクトリンは戦術的な側面だけでなく、その国家の軍事的な指針全般を包括する広い範囲の原則であり、そこにはどういった兵科を重点的に要請するか、という戦場にとどまらないレベルの話も含まれるんだ。単純に戦場でどう戦うか、といったようなものではない、ということね。戦闘ドクトリンには、戦場で用いるタクティクス、戦術、よりは、ストラテジー、戦略、の比重が大きく、場合によっては、ポリティクス、政治、まで含むから、三国志の中でも戦闘ドクトリンと呼べるものを考察できる人物は限られてくるんだぜ。なるほど。軍事の中でも全軍を統帥するレベル。場合によって政治にまで干渉し得た地位にいた人物に限られるってわけね。その通り。この条件に当てはめていくと、おのずから候補は絞られてくる。私が今回考察するのは曹操、孔明、姜維の三人だぜ。曹操と孔明はわかるとして、なんで姜維なの？それに芝居とか、この人物とかは？戦闘ドクトリンを分析して推定したり考察するには、その傭兵についていくばくかは定数化できるほど記録が残っている必要があり、現在までに伝わった資料で、私なんかのレベルでも考察できるのが、曹操、孔明、姜維の3人くらいだったんだぜ。三国志の人物は数多くいるのに、それだけなの？芝居はそもそも義の全軍を統帥する立場に立ったのが遅く、それからの戦歴が少なくてドクトリンを読み取れるほどじゃないし、語については各豪族の部局、騎兵、をより集めたのが軍の実態であり、各将軍や高官が世襲で軍兵を投与していたようだから、
国家としての統一的な編成がつかみづらく、また孫権自身もそういった文献の集中には、生涯かけて成功してないので省いたぜ。曹操や孔明は一国の統帥として、軍令など少なからず記録が残っており、どういう点に比重を置いているか推定しやすいし、脅威は行った戦役数が多いことと、孔明との対比によってなんとなく傾向が読み取れるから、考察するくらいはなんとかって感じだ。当てずっぽうや、資料や記録を元としない単なるイメージで良いなら、いくらでも語れるんだけどな。なるほど。それ以外の人物には統帥レベルで戦役を指導した記録が少ないから、考察するのが難しい、ということね。ただ一般に流布しているイメージなども、残された記録を詳細に見ていけば、間違いだったりすることもあるから、軽々には語れないんだ。イメージってのは大概は誇張が含まれていたり、誤認が含まれていることもあるからな。そういえば芝居が速攻をよくやったっていうのは実際の記録を見るとそうでもない、って話もあったわね。一般に広く知られており、多く語られているから正しいとは限らない、というモデルケースみたいなものだけど、これは公文編でやってるのでそっちを見てくれだぜ。でも調べたらもっといろいろ出てきそうな気もするけど、考察できないというのは、あくまで私のレベルでは、だぜ。もっと三国史や歴史に詳しい人なら考察もできるだろうし、ぜひ見てみたいので、動画を見てるリスナーにも挑戦してほしいな。というあたりで一旦区切って、次は実際の傾向を見ていきます。ここからは先に挙げた3人の戦闘ドクトリンを考察していきたいと思います。前説で戦闘ドクトリンは割合に広い範囲を含む概念だ、ということは分かってもらえたと思う。私はなんか、誰それは速攻が得意、とか、〇〇は防衛が得意、みたいな話かと思っていたけど、そういう単純な話じゃないってことだったわね。そうだな。戦闘競技とまでされるものは、各指揮官レベルで変わるようなさまつなものじゃないんだ。現代の戦闘ドクトリンの例に挙げた、エアランドバトル、空陸統合戦、は、当然ながら空軍がいなければ話にならないし、海岸線を持たない内陸奥地の国家が、エアシーバトル、空海統合戦、について備えるなんてナンセンスだろう。そういった点からいくと、国家とそれを守る軍全体の編成も、国力や規制を考慮して決定された戦闘ドクトリンに左右されてくるわけね。そういうことだぜ。それで肝心の曹操と孔明はどんなドクトリンを持っていたのかしら？詳しくはもう少し戦史考察シリーズが進んでから、別の動画を設けてやるつもりだけど、誤解を恐れずに言えば、曹操は、北共同兵団原則主義、で、孔明は、当社優勢回戦主義、といったところかな？なんか行々しい名前だけど、意味が全然わからないわ。そりゃそうだ。これは私が勝手に名付けたものだからな。簡単に説明すると、曹操は戦役を行うにあたって必ず兵団の確保原則に置いており、時に戦術レベルにおいては好機と思える場面でも、政治あるいは戦略レベルで兵団に支障が出る。と判断した場合は、必ず戦闘を切り上げて一旦帰還しており、それから帰還を空けて再度遠征に出ていたんじゃないかと考えているんだ。だから三国志における曹操の列伝に該当する、武帝記には、曹操がどこそこに帰還した、という記述が品質するんだぜ。いちいち帰るなんて面倒くさいわね。そこを焦らずに対処高所から着実に戦線を進めていき、必ず兵団が繋がるように配慮しているのが、曹操が勢力を広げられた理由の一つだと思うんだ。石壁などを持ち出すまでもなく、曹操は、バトル、においては苦渋を舐めたことが一度ならずあるけれど、勢力だけは常に膨張に向かっているのは、一歩一歩地方を固めながら戦う戦略からもたらされたものであり、あえて例えると、こまめにセーブをしてるから負けてもすぐ直前からやり直せるゲーム、みたいな戦略を取っているからなんだと分析しているぜ。例えが微妙だけど、言いたいことはわかるわ。一回の戦闘だけで大きく躍進したわけじゃないから、逆に一回の負けでも大きく後退しない、というわけね。そういうこと。曹操は関東で勝利を得た後も、一気化成に河北を席巻するのではなく、毎年少しずつ炎症の領域を侵食していき、戦果を収めると帰化の将軍を領地に入れて守らせ自身は帰還。一旦兵を休ませると、その間に中央の政治に着手し、新たに手に入れた地域に管理を派遣して民政を整えるなど実効支配を確立。また、それに合わせて自身の拠点も移転させており、
この辺は日本の織田信長に似てるところでもあるな。信長は引っ越しの多い戦国大名だもんね。そうした曹操は、戦術レベルでは歩兵、騎兵を連携して用いており、三国志時代の人物の中ではこの上なく巧妙に使っていると思う。これ以上は、一人ずつ別動画でしっかりやった方がいいだろうから、次の孔明に行くぜ。わかったわ。孔明は、当社優勢改善主義、って言ってたけど、これはどういうものなの？孔明も基本の路線では曹操と同じ平坦維持が原則。というか孔明の戦略は曹操の模倣に過ぎないんじゃないかと思うんだけど、それに追加して孔明は攻城戦を徹底的に避けて、魏の主軍を野戦で撃破することを志向しており、戦術レベルでは、当社兵器の優勢を持って相手への支障を増やし、損害を与えて圧力をかける、という感じかな。だから、当社優勢、改善主義、なわけね。でも当社兵器って弓とかどでしょ？それが優勢だと被害が増えるの？実は戦闘中に発生する死傷要因を、統計的に調査した研究というのがいくつかあって、時代や場所によって変化はあるけど、それによれば戦闘で発生する戦死、負傷原因の7割以上が、当社兵器によるものらしいんだぜ。つまり接近戦で用いる槍や剣といったものよりも、弓、弩、投石などの遠距離からの武器による負傷と、それによる戦死の方が圧倒的に多い、ということなんだ。意外。なんか槍で疲れたり、剣や刀で切られた方が被害が大きい気がするけど。そうでもないんだ。と、つまりクロスボウは、中世のヨーロッパでは殺傷力が高すぎるとして、禁止令が出されるほどだったんだぜ。そうなんだ。ちなみに騎士の中の騎士として知られる、若干の中二病が入った英雄、リチャード七神王、もクロスボウの傷が元で死んでるぜ。リチャード一世なんて、元凶騎士、思い出すわね。また、ある研究報告によれば、兵士の人間を殺すことへの心理的負担は、対象が遠ければ遠いほど、つまり人間と認識しづらくなるほど薄れ、また個人を特定しない不特定多数を狙った者ほど心理的負担を負わない、とされているんだ。確かに目の前で顔の見えてる相手を殺すのって、心理的負担を考えると相当重いわよね。例えは悪いけど、死刑執行を実行する執行官は必ず複数人いて、同時に執行ボタンを押し、誰が刑を執行したかわからないように配慮されている、などの例もある。死刑囚の執行にすら、心理的負担を覚えるのが人間性ってものなのね。そういう理由から、案外に実際の戦場では面と向かって顔の見える相手を殺すよりも、遠くから不特定の誰かに当たるかもしれない、投射武器の方が利用しやすく、かつ損害が大きかったんじゃないかと思うんだ。古代なら国家国民が違ってたけど、この時代だと勢力範囲が分かれただけで、基本的には同じ漢民族同士の戦いだしね。そしてまた別の研究報告によると、敗戦において発生する損害のほとんどは、撤退時の追撃で発生するものらしいんだぜ。これは戦場に残った戦死者よりも、退却路に残る戦死傷者の方が割合が多いという記録から分かったことだそうだ。この勢い、というように追撃戦になると周囲の勢いにも押され、逃げる敵を追って撃つだけに、容易かつ狩猟的本能を刺激されるからだろう、とも述べられてる。例えば、外帝の戦いで馬謖は物の見事に大敗して兵が死散した、と明記されているのに、勝った将校は支給をいくらあげたとか、食軍は何人やられた、とかってことはとんと聞かないだろう。そういえば、劉備が異様で負けた時は大勢討ち取られたのに、不思議ね。思うにそれは、王兵の働きによって将校が追撃を行えなかったから、なんじゃないかと思うんだ。戦闘中に最も損害の出る当社兵器は、食軍の方が高所に陣取ったために効果が薄く損害が出ないし、戦闘の決着後に最も損害が出たはずの退却戦では王兵が活躍したから、食は軍を保全することができたんだろう。そう考えると、王兵の活躍ってすごいのね。孔明が強要したのもわかるわ。将校にしてみたら、道を塞いでる食軍を撃破して老政の援軍に行く、というのが本来の目的であり、勝利にこだわって本軍を見失うことがなかった、と言えると思うぜ。ああ、なるほど。そうやって紐解かれると、それほど不思議でもないのか。そういえば馬謖の率いた諸軍は水の手を断たれて士気も落ちてただろうし、そもそも戦闘自体が激しくなかったかもしれないわね。以上、当社兵器による優勢を確保すると、相手に与える損害が増すであろう点を確認したんで、ドクトリンの話に戻ると。
孔明は越州東部の不良に居住していた、勇猛かつ荒々しい気風を持ち、喧嘩をしたら必ず死人が出る。という強権な異民族の中から、さらに力が強い者を選別して3000人を選び出すと、連土を操る専門の連土師として育成してるんだ。職といえばやっぱり連土よね。これをもって精鋭連土部隊、赤光、として編成し、魏に対して当社戦力において優勢を誇ることで、実際にも勝利を得ているんだぜ。この赤光は、不良に住んでた異民族が勇猛で強いことが昔から評判であり、前漢の時代から徴兵されて赤備えの部隊を編成していた、という故事から取られてるんだ。なんと三国志にも赤備えの部隊がいたとは。記録によると、この赤光軍が扱う連土は、幻獣、という名前であり、鉄で作った八寸、約18センチ、の矢を、一度20本同時に撃てるというものだったそうだから、3000の連土師が正射すると、なんと3万本もの鉄の矢が雨のごとく降ってくるんだぜ。うへぇ、3万本も一度に降ってきたらたまらないわね。さらに特別に力が強いものを選んで専門に扱わせたんだから、その幻獣の威力のほどもをして知るべし、というところだな。高台でも、馬遊、という人物が用いて活躍してるんだけど、そろそろ長くなったんで、詳細は後日に回すとして脅威に行くぜ。脅威って孔明の戦術を受け継いでたんだから、戦闘ドクトリンも同じじゃないの？演技の影響でそう思ってる人は多いと思うけど、実際のところ脅威は孔明の戦術を受け継いでるわけじゃないんだ。脅威の戦闘ドクトリンは一言で言えば、機動欺瞞戦術、とでも言うべきものかな？これまた意味がわからないわね。後々に脅威の北伐考察をしていくと明らかになっていくと思うんだけど、脅威は孔明とは打って変わって、機動戦を主軸とした戦い方をしてるんだ。機動戦っていうと電撃戦みたいな感じ？いや、電撃戦は早いだけの戦い方とは別個のものだから違うぜ。脅威は一軍を持って敵の主力を誘引しつつ、主軍を率いた脅威自身は別の場所に急進して攻撃する。あるいは敵軍の前に義兵を置いて退陣していると見せかけながら、実際は多少吸収するというような戦術だな。これには荘園が再建した水軍も大いに役立ったみたいなんだけど、最大の欠点は早いから勝つ、というわけではない点だ。どういうこと？勝つために早い、のか、早いから勝つ、のか、というとまるで言葉遊びをしているようだけど、意味合いは深くて、勝つための目算が先にあって、その実現手段として速度を用いるのか、それとも、速い、という前提が先にあって、これを元として勝算を探るのか、という違いだぜ。ああ、手段と目的が逆転しちゃってるのね。戦術的な一面にとらわれると、結果から逆引きして事象の原因を想像してしまい、かえって陥る感性だな。例えば歴史上の名将はしばしば勝つために速度を生かしたけど、決して速いから勝ったわけではなく、先に速度が勝敗を左右する、という状況を作り出し、勝利の目算を立てて、その結果として勝っているんだ。脅威は吸収によって敵の不意を打つ、という手段を前提にして戦略を立てたから、目標を先読みされて備えられたら勝利を得ることができなかったんだ。だから格外、人体、当該といった知略に優れた人物を相手にした場合、多くは欺瞞を見破られ、逆に括弧撃破される結果を招いたりもしているんだぜ。速攻も通用せず。かつてグデイリアンは言った、熱い引くより速い足、と、しかし同じくグデイリアンは、強く速く殴れ、しかし分けるな、とも言っている。また脅威が孔明とは傭兵の質が違う、というのは先の赤光軍の扱いでもわかる。連土は食の代名詞みたいな陛下だし、有効活用したんでしょ？いや、脅威は赤光軍を主力から外し、越州南部に駐屯させて南部地方の反乱鎮定や治安維持に用いてるんだ。もったいない。脅威の傭兵が機動戦である以上、連土という通常の土よりも重いと考えられる装備と、電鉄の矢を数十も携えた連土師は軽快な機動には不向きだし、孔明が敵領内に侵攻した側でありながら、バックハンドブロー、後手からの一撃、のような戦術を中核に据えたのに対して、脅威は急進と速攻を旨とした、積極性の高い構成的な戦術が多く見られるので、脅威の戦闘ドクトリンには合致しなかったんだろう。ここでもドクトリンが軍の編成を左右するというわけね。以上、かなり端折って簡単にまとめたので、突っ込みどころもあるだろうけど、それは本解説を待ってもらうとして、今回はこの辺で締めるぜ。そういえば、
たかだかドクトリンの考察だけで結構時間を使ってるし、まとめに行きましょう。前回の最後にちょっとだけ出てきた、戦闘ドクトリンについてを今回は話してみました。今回は全体的に余談という感じになったかな。そもそも早々、孔明、姜維たち自身には、戦闘ドクトリンという考え方自体がなかったでしょうしね。たまには息抜きとして、こんな回もあっても良いか、と思ってやってみたぜ。じゃあ、次回からはまた考察に戻るのね。というか、これも考察は考察なんだけどな。ま、それはいいとして今回はここまで、だ。今回の動画、リスナーさんはどう感じたかしら？楽しんでもらえたなら、何よりだぜ。よかったら、ぜひ感想のコメントをくださいね。それに高評価を入れてくれると、モチベーションアップにつながるので、よろしくお願いするんだぜ。よかったらついでにチャンネル登録もお願いしますね。それじゃ、ご視聴、ありがとうございました。